ですか、杉崎さん、私が呼ばれたのは。私はモノカの決めポーズ。99.9 の中のモノカがやっていた、はい、あの決めポーズ、はい、それをちょっといいんですか、ね、ビシッ、これがモノカの決めポーズ。一緒にやる、はいはい。じゃあ、はい、じゃあ、ごくいつ。ビシッ。あ、声量が足りない。腹高速だろう。この後歌舞伎の稽古しなきゃいけないから喉痛くて痛まってられないんだよね。そうなんだ、ね、うん、だから、嬉しい嬉しい。あのポーズはこれどうやって生まれたんですか。これ、自分で感覚で、あれの突然こうやってくれっておっしゃってて、そこからなんです。でも本当は嫌だったんでしょ。心の底では嫌なんです。嫌ではないんですけど、まさかこういうポーズをすることになるとは思わなかった。でもそれをちゃんと映画の中でスペシャルドラマとこの後ね放送されますけど、映画で何回ぐらいやられてますか、はい、何回やったんですかね。20回ぐらいやってると思うんですけど、このビシッっていう時はどういう気分でおっしゃるんですか。どういう気分ですかね、たっさん、たっさん、たっさん、じゃあ僕はビシッ、いいんですね、いいです。これはこうじゃダメなんですね、ダメです、こっち向きで、はい、こっち向きで、はい、指はちゃんと、手はちゃんと伸ばして、手はちゃんと伸ばして、そうです、なんかいいですね。いいですか、このあのご格好でビシはもう答えられないもの、もうワンショットにしてください。なんでですか、もういいですよ。大丈夫大丈夫、これでビシって、うん、ビシですか、うん、ビシッ、いいですね。99スペシャルドラマ放送まで、え、今あと 99.9 分、はい、というわけで皆さんぜひお楽しみに。ビシッ。